9月最後のキラリアツアツクラブです。まだ夏してます、松宮和彦です。皆さんお元気でしょうか。さて今夜のキラリアツアツクラブは X の皆さんです。こんばんは。こんばんは。一瞬間がありましたが、まず私の隣からドラムの YOSHIKI さんです。ピアノもやってます。はい、そうですね、そしてそのお隣がボーカルであります TOSHI さんです。はい、で私のすぐ後ろがベースの、そうです、タイジさんです。タイちゃんとメンバーでは呼ばれてます。どうも。さらに別名蛇使いとも言われております。ヒデさんです。あ、どうも。そして、もう一人ギターをご紹介いたします。そうです、パタさんです。どうも。はい、そうですね。はい、という、X の皆さんですが、4月の21日今年です。まあ、ブルーブラッドというこのアルバムで、まあ、メジャ デビューいたしまして、とにかくあの CD っていうのは70分というのが限度なんですが、これ64分という、まあ、目いっぱいですよね。はい、作ったわけですが、まあ、あえて、今日初めて X をご覧になる皆さんも、テレビをご覧の皆さんも多いと思いますので、あえて X というグループはどんなグループかというと、どんなグループですか。言葉じゃ言えないですね。ソシさん、そうですか。そうですね。はい、はい、よく、まあ、あの本とか言うとハードロックとか、ヘビーメタルとか、言われたりしてますけども、そこに関してはどうなんですか。あ、何とでも言ってください。12月1日にもう一曲はい、はい、シングルが出るという、これはエンドレス、エンドレスレイン、はい、名曲中の名曲ザッツバラード。そこまで言います。もともと、まあ、あのやっぱり、非常に速い曲が比較的多いし目立っちゃうんですけども、うん、そういう意味の中でのそのエンドレスレインの味付けっていうのはこのアルバムの中でもそうだし、ライブでもそうなんだと思うんですけども、うん、そのバラードということに X のバラードっていうのはどういうふうに思ってらっしゃるんですか。だから、はい、速い曲の中で、バラードがあったら面白いとかじゃなくて、ただバラードをやりたかったっていう。だからアルバムの中でここにバラードが入ってたらなんか金星が取れるなとかじゃなくてね、はい、バラードを作りたかったっていう。さて、ツアーの方なんですけども、あさっての金曜日9月29日から、スタートします。ツアータイトルがローズ&ブラッドツアー。これはあのブルーブラッドツアーかなと思ったらローズと来ましたね。ローズ&ブラッドツアー、なんか特にあるんですか。いや、みんなバラが好きなんです。あ、全国33カ所これから回りますが、ツアーを前にしてじゃあ一言ずつ、意気込みをですね、あえて意気込みってちょっと臭いんですが、聞いていきたいと思いますが、いかがですか。まずそうですね、はい、最後まで持つかどうか分かんないですけど、続く限りあります。トシさん、はい、気合い入れていきます。はい、タイさん、頑張ります。はい、ヒデさん、無事に帰って来れることを祈ってます。パツさん、さらりとこなしたいと思います。はい、本当にツアーの前哨戦という感じで、今夜のキラリ熱々クラブ X、 最後までごゆっくりお楽しみください。
さあ